あつら、この辺が痛いしのうです。前回なんかループゼロ、ループゼロとかデイゼロか、ループする前の世界に行って宇宙が崩壊したというわけで、もうね残りあと本当に数個の情報を完全に集めなければならないそうです。もうちょっと埋まってないとかがあっても許されないみたいなので、でイベントサーチが復活しました。なのでこれを使って、なんとか集めたいと思います。今日中に終わってくれよ。できます。はい、あー、はい、何も起きませんでしたと。普通だった、何もないやん。いつか食われると思ったよ。ねえ。グノジアの襲撃によって消滅しましたの時と、そう、書かれてない時とあるの 何が違うんだろう。グノジアじゃねえか。嘘じゃん。負けてるが？イベントできないが？頼む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 。15体、3、12、3体のエンジニアス、ドクター、小天使、留守番、ドクターと、オッケー。また確定されるのかな？廊下の先を刹が歩いている。声かけとこう。君は？誰だったかな？え？何この展開？さっきの刹の反応、こちらのことをまるで覚えていないようだった。これどうすればいいのよ。このまま結論が出ないようですと、汚染の拡大を防ぐため、当選は自戒することとなります。いえ、それはたまらんな、どうにかせんといかんぞ。いつものループならば、説が投票を提案して、話し合いをまとめてくれるのだが。やれやれ。ん？なんていうものこれ、集合？集合？極まれりだね。じゃあこうしようか。全員の脳を。説、お前は軍人でしょう。適切な対処をなさい。え、いきなりそんなことを言われても。だけど、例えばそうだね、閉鎖環境におけるグノシア汚染の対策として、ようやく話し合って投票という流れに落ち着いた。説の様子は気になるが、どうしたの？急にどうした？これは説残しといた方がいいな。いや、こんなのもうあれじゃん、イベントさ、うんじゃん、明かすわ。守ってくれ。ああ、コメントが出てきたか。じゃあコメント疑うわ。さっき疑ってたよね。トメとユリコと。ドロスめちゃくちゃ。誰かユリコに入れてなかった、気のせい？やはり確かめておくべきだろう。廊下でセスに話しかけた。ああ、シノだったね。私に何か用かな。自分のことを本当に覚えていないのか、以前のループのことも覚えていないのかと聞いてみた。シノはこの船に避難してきた被災者だろう。当然それ以上のことは知らないが、それにループというのは何？残念だけど私にはわからないな。セスは何も知らないようだ。どういうことだろう。悪いが私はもう行くよ。グノシア汚染への対策を考えておきたいんだ。随分と興味深いことを話しているじゃないか。盗み聞きしたな。ラキオ？人聞きの悪いことを言わないでもらおうか。まあいい、ついてきなよ。知りたいんだろ。ふふ、ループね。さっさらに君、これを持っているんじゃない？鍵だ。一応言っておくけど、僕はループなんてしていないよ。僕の銀の鍵は不活性状態だからね。さてと、それじゃ君のも出してみなよ。怒った。ラキオに言われるまま鍵を出した。はあ、やはり思った通りだ。まさか生きた研究対象に会えるとはね。まったく僕ときたら幸運にまで恵まれているんだな。さーて、どうしようかな。まずは念のため試しておくとするか。疑うな、恐れるな、そして知れ。すべては知ることで救われる。でと、やはり反応しないね。間違いなくシノに定着してるんだ。ご愁傷様。疑うな、恐れるな、そして知れ。その言葉は確か最初のループでセスから聞いたはずだ。ああ、一応君にも説明してあげるよ。疑うな、というのは一種のキーワードでね。
これを唱えると銀の鍵が完全に宿主に寄生するのさ。それで君は今銀の鍵が満足するまで情報を集めてるわけだ。銀の奴隷に鍵の奴隷になるってどんな気分？僕には想像もつかないね。え、さあ話しなよ。悩み事があるんだろ。まずは状況説明からだ。簡潔にね。今までの出来事や説のことをラキオに伝えた。なるほどね。大体予想はついていたけど、やはりそういうことだったんだ。そうだな。今の説が何も覚えていないのが事実だとするとこう考えられる。説はもともとループなんてしてなかったんじゃない？今までずっと説は自分もループしているなんて嘘をつきながら君を騙していたのさ。君を味方に引き入れるためにさ。いや、だとしたら周到すぎない？説がずっと嘘をついていた？なんてね。冗談だよ。まさか本気にしたの？さすがにそれは無理があるだろう。違うよ。真実はもっと単純なのだ。簡単なことだよ。説はまだ鍵を持っていないんだろう。鍵を持つ前の説ってことか。今回の説はループに巻き込まれるより前の唯一の説なのさ。つまりだ、王子期説はループを始めることになるわけだ。おそらく僕のこの銀の鍵を使って。説はずっとループから逃れたがっていたんだろう。今回は説にとって唯一無二の好機かもしれないな。もし今回の説が銀の鍵に寄生されなかったとしたら、説の因果はここで収束する。そもそもループなんてしていなかったことになるだろうね。そして君が説から銀の鍵を受け取ったという事実も消える。ループすることもなくなり、バンバンザイってわけだ。なるほど。銀の鍵を使わなければ説も自分もループから抜けられる。まああくまで仮説だけど、それなりの妥当性はあるんじゃない？空間転移の時間が迫っております。篠様、実質にお戻りくださいませ。おや、ずいぶん話し込んでしまったな。まあいいだろう。僕の考えは一通り伝えたからね。説をループに巻き込むか解放してやるか、だいたい予想はつくけど、あとは好きにするがいいさ。昨夜グノーシアの襲撃によってセレブションしました。皆さん、グノーシアでした。今なんかいろいろ起こりすぎて頭がおかしくなりそう。誰が言わなかったって今。セツとシャーミンが言わなかったと。なるほど。まあ疑うのはありだと思うよ。今回何人だっけ？3人か。よし、ナイスナイス。コメント攻めてよ。お、結構嘘に気づいてくれたみたいだね。誰だろう。シャーミンだ。何？嘘の色って何色か知ってるか？白だ、白。真っ白。お綺麗なやつこそ嘘で面固めてるもん。茂道の歯が白く光があった。でもお前もなんか、お前人間だって言わんかったから普通に安心だよな。分かってる。しげみちな。はい、コメントが直したりした。別にしげみち一人ぐらい失ったところでなんだけど。じゃあ疑いますか。本当に終わったらシャーミンナイスなんだけど。まだむしろ疑ってごめんなんだけど。いや、これ難しい。どっか。
構みんな疑ってくれてるな。おい、おい、シャーミン、私に嘘をついたな。シャーミン、ユリコ、ユリコ、あの、信じてくれ。誰が襲われて誰が守ってるんだろう。私かな。あ、どれ見よう。となるともうシャーミンが怪しいんだよね。ごめん、無駄にラウンド使っちゃった。いや、ルームのもう怪しまれてるな。シャーミン、なんだかんだ言ってみんなシャーミンのことやっとるやん。え、びっくりした。警告いたします。現在船体に異常が発生しております。何？シールドが損しているためデブリの衝突によって被害が発生する恐れもございます。乗員の皆様は至急仮想区画に避難なさってください。あ、シノ急いで、こっちだ。これで銀の鍵が。みんな仮想区画のエヴァルームに、EVA ルームに避難している。中に入って宇宙服を着ておくんだ。いいね。ネビ、ここも気圧が下がってる。スロープの隔壁を増えさせて。承知いたしました。直ちに封鎖します。サシの先に行くんだ。走れ。何？今の音は？それに、セツがいない。セツはまだ隔壁の向こうにいるのか？戻らなければ。閉じかけた隔壁の下を潜った。そして、デブリに直撃されたんだろう。セツの体は。バカな、なぜ戻って。私はもうから下に行くんだ。行って。このままではセツはもう。だが今セツが死んでしまったら、セツの因果はここで収束する。そもそもループなんてしていなかったことになるだろうね。セツの死が永遠に確定してしまう。セツが死んだままここで全てが終わってしまう。何をしてるんだ。早く行って。どうすればいい。どうすればセツを助けられる。ラッキョウの部屋。そうだ、ラッキョウは銀の鍵を持っていた。ラッキョウの部屋に行こう。もう結局銀の鍵か。なぜか目立つ場所に置かれている。なんか書いてあるよ。鍵のそばにメッセージが残されている。どうせ緊急事態でこれを使うことになるんだろう。探す手間を省いてやるから感謝しなよ。運命はどうあらがってもこうなってしまうのか。とにかく鍵は手に入れた。あとは説は危険な状態だ。それに酸素も薄くなってきている。急がなければ。説のそばに銀の鍵を置いた。疑うな、恐れるな、そして死ね。全ては知ることで救われる。こう銀の鍵が刹那の中に消えていく。これで刹那はこれからずっとループに囚われることになる。今は何を話しても刹那には届かないんだ。だからただ刹那を抱きしめた。刹那更新されたけど、なんか切ないな。渡した鍵により不可避の死を免れた。そんな、あと3個 ?4 個か。悲しい。よし、まあ行こう。ストップ。13人の3人、エンジニアとドクターのみ。私は乗員と。
れないね。トム疑われまくってるやん。めっちゃ乙女攻める。何があったの？でもそんなに票はいかないと。メットも歌われてるな。茂道、まあ分からんな。これはエンジニア白っぽいな。もう白出ししてくれてるわ。コメットとかにしとくか。うん、ステラか。嘘がバレたとかかな。 SQ食堂で茂みて S 級との雑談に加わった。既視感のある光景だが、グノーシアな。誰がグノーシアだったらいいやかっつったらまあ説かもな。ほら説ってなんつうかはいいやつだろ。疑ったりしたくねえもん。説がグノーシアか。うん、でもそれって意外とあるかもよ。だって説と篠一緒になってこっそり何か企んでるでしょ。名探偵 S 級ちゃんの目はごまかせませんぞ。そうなんか。そこんとこどうなんだ篠。企んでるはおかしくない？誤解しないでほしいな。ありゃ、噂をすれば。ねんで、誤解って？シノーと私の関係だろ？ただの恋人だよ。え、そうなの？え、本当に？ファンなのに？魂で繋がり合っているからね。おい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 、お前ら付き合ってんの？マジかよ。え、でも私セツのことも好きだけど、セツのことも好きだよ。可愛いと思うし、セツのこと大好きだけど、でも私恋人になるならシャーミンがいいな。そういうわけでシノを借りていくよ。話しておきたいことがあるんだ。ヒューヒュー、憎い猫の。しっぽり肩やっといて。しっぽりって言うな。マジで憎いかわいそう今回はうまくかわしたみたいすごいかわし方したなお前。ああいった殺人ではどうしても SQ のベースに乗せられるからね。感情的にならずに一時撤退した方がいいと思ったんだ。そして SQ が話し合いの場でも私たちを疑うならば、全力で反撃して思い知らせてやればいいさ。反撃するが来た。ロジックと演技力が25。ロジックが足りないかな。じゃところでね、シノ、今回は場を切り抜けるためにその恋人だなんて言ってしまったけれど、ほら私たちがある意味手を組んでいるのは事実だろ。それを下手に否定したりすると余計な疑いを招くと思って。だけど気を悪くしたなら謝るよ。ごめんね。そんなことないよ。セツが恋人だと言ってくれて嬉しかったと伝えた。そうなの？よかった。そう言ってもらえると私も嬉しいよ。かわいいやつね。ああ、反撃いいね。セラワグの仕事。そっか、茂道が死んだから私が白隠したのか。嫌だぎゃ嫌だぎゃ嫌だが嫌だが嫌ですけど。好き疑われてるね。ラキオに反撃してるけど好きかな。どっちでもいいな。ガチどっちでもいいな。私が食われなければ何でもいいよ。特
か埋まってないやつが、スピだっけ、誰だっけ、ジョナスか、ジョナス残しといた方がいいのかな。よっ、シノさん、僕何ですか。スピさんが嘘をついていると、君が本物かわからないからな。いいよ。ネスキューか。固まった。雑談しとこう。嘘つきじゃないことを祈ろう。まもなく空間転移を行います。乗員の皆様は実質にお戻りくださいませ。次の転移まではまだ時間があるはずだが、航路が変わったんです。今からこの船は新宇宙に向かいます。え、あれ、どこまでもどこまで毒うっとうしい人間のいない世界に。あー、そんな騙された。ごめん、わく、うえや、そんなまあでも反撃スキルのあれが見れたからいい子裏切られました。裏切られた、裏切られたよね。イベントが起きません、助けてください。どうしたらいいんだ。普通に運任せにするしかないのかな。でもこれ使わないとさ、わかんないし。グノンジちゃんがわざわざ出てくるってことは多分何かあるんだろうな、確率で。乗員153の、これで乗員ね。 OKOKOK、 頼む、もう1時間経ってしまう。1時間経つのに使える部分が少なすぎる。やっと安心できそうですね。気を抜くのはまだ早いんじゃない。レビの正式なアナウンスもない。それにだ。え、何ですか。実は僕グノーシアなんだけど。と言ったらどうする。レムな、壮絶な顔になってるよ。あ悪い冗談はやめてください。そんなことを言うからラキオさんみんなに嫌われるんですよ。嫌われようが知ったことじゃないさ。君みたいに他人の顔色を伺って卑屈になるよりマシだね。何はともあれ生き残れてよかったんじゃない。僕もレムナンもついでにそこの神の重さ、ついでってなんだ。ええ、これで良くなるといいですね、全部。イベントじゃないのかよ。わざわざ終了条件って出たからさ、イベントかと思ったじゃん。 SQ ナイス。はい、15人3体、エンジニア、守護天使、バグありで、ジョインね。いい加減、イベント来てくれ、頼む。何をカットすればいいんだ、もはや。トイレ行きたいしな。シャーミンが疑われてる。うん。反撃を登場しとこう、喋ってないから。反撃強よ。助けを求めるが演技力30、土下座がステルス30。
演技力上げとくか。ユリコ味方についとるやん。反撃強いな。何の根拠もないのに疑うから。ユリコ？ユリコ？どういうことユリコ？レスキュー？何？コメットが嘘ついてることに気づいた。ああ、頑張るよ。誰も襲われませんでした。やる。ナイス。コメット、コメットね。ジョナスは無能者じゃないか。気を嘘だねこれ。ジョナスも怖いけど、ラキオが嘘だとしたらジョナス白いんだけど、白出ししても疑ってるんだよな。でもバグの可能性あるからな。いやおかしいか、それだったら消えてるか。なんか分かんなくなってきたぞ。どっちにしようかな。とりあえずラキオ、まあかばってるからといってな、なんとも言えんわ。重道が嘘をついてるのは確かだから。ルルナ本当かな。なんで嫌われてるわ。誰？もう分からん。疑われてるのは SQ が止めたんだっけ。ウルシカか。でもなんだ。はい、いいよ。え、何この選択肢。待って、これイベントかも。でもどうして僕なんかを気にかけてくれるんですか。信じてるから、好きだから、かわいそうだから。好きだから。やめてください。そういうのは嫌なんです。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。食い気味に言われた。ははは、すいません。でも僕をそういう目で見ないでくれ。おもちゃだったもんね。ごめんね。そんなつもりはなかったんだ。ああ、ごめんって。ああ、いや、しかも食われた。最悪。ねえ、これ進めてたら絶対よかったじゃん。ふざけやがって。案の定しげみてラキオでしょ。 SQ じゃん。全部残ってるし、無能か。でごめんって、これ好きって言わない方が良かったのかな。好きって言わなかったらよかったのかも。やっちゃった、やっちゃった。あ、同じやつでやればよかった。もうやだ。かばえばいいんだね。かばうのが必要っぽい。レムナンをかばう。 OK、 分かった。あ、これでいこう。15人3体、エンジニアと守護天使、あなたの守護天使。 OK。 はぁ。
レムナン、レムナン、黒でも白でもかばうわ。スピードコメット。AC はいないか。割と何でもいいな。うん。俺今日喋んなかったね。頼む、呼んでくれ。呼んでくれた。信じてるがいいかな。かわいそうだからはちょっと普通に失礼だから信じてるからにしよう。レムなんかのことを信用してるからと答えた。そうなんですか。どうしてだろう。でも嬉しいです。突然こんなことになって。すごく不安でしたから。僕もシノーさんを信じたいと思います。逆に好きだからで拒絶された方がいいのかな。それでなんか、あ、すいません。僕こうだったからみたいな話をしてくれたりしないかな。レムナン守っていい？ちょっとまだあれだわ。何かあるといいな。レムナンくの星。どっちが本物なんだろう。微妙。もう一回弁護をしとく。普通に黒かもしれん。誰が止めたの今。茂道か。でも怪しまれてた割にはユリコにしかもらってないね。もう一回呼んで。なんか進んで。お願い。あ、すみそう。すみそう。よかった。シノーさん。またここで会いましたね。もしかしてシノーさんも機械好きですか？好きです。よくわかんないけど。3度の飯より機械が好きだと答えたの。だいぶ盛ったね。そうなんですか？うわぁ、嬉しいな。この動力量素敵ですよね。ボーイーライクな外観なのに中身は GSC の92世代。でも、リュールは上長じゃないんですよね。好きなものになると早口になるタイプだ。僕ここでご飯を食べるのが好きなんです。エキゾチックな匂いがしてなかなかマニアックだね。あ、ごめんなさい。勝手に夢中になってしまって。機械のそばにいると落ち着くんです。慣れているので。前の船では50年以上機械をいじってましたから。もう年齢がわからんよ。50年以上と驚いた。あ、すいません。体感時間では4年程度ですから。そういう感じなんだ。新宇宙の王冠探査船だったんです。コールドスリープして目覚めたら計測類をチェックする。あ、なる、そういう感じね。そのルーティンを繰り返すだけでした。何度も何度も。あの頃はとても楽しかったです。生まれた。やった。これ多分ね、好きだって言ってたら生まんなかったね。普通に拒絶されて終わりだったわ。いやー、こっちね。これで50年以上働いていた。あと誰？ジナか。ジナ、茂道、ジョナス。3個か。長いな。なぜこんなにかかるんだ。誰を守る？モレムナを守る気はない。お前忖度した。ラキはグノシャじゃない。グノシャじゃない。白角だね。あー、発言しとこう。コメットが嘘つきなのかな。
変わっとく。こうやけに疑われてるから。シピが白なのかな。まあ普通に黒出しされてるからレムなんではいいと思うけど。協力は大歓迎です。ラキオかな。ほらね、うまい、いい人選んだね。ラキオは SQ ユリコは愚弄者じゃない。ユリコも白角。おかしくないか、今のはおかしくないかな。白隠してんだよな、ラキオは。え、そうだよね、知ってるわ。さすがにそれはダメだろ。じゃあコメットと SQ で終わりかな。乙女？なぜ？お前のことを守ってやる。自分のことは守れないのよ、守れないのよ。嘘。嘘。がっつり騙されたじゃん。え、じゃあコメットのあのムーブはただのバカなの？完全にあれでシピが白だと思ってしまったよ。コメット？嘘でしょ。いや、嘘、信じらんないわ。トイレ行こう。聞かせてジョナスのこと、シノンはどう感じる？怪しいやつだ。うん、私はコメットみたいに勘が鋭いわけじゃない。でも気になるから。理由はわからないけど、ジョナスには良くないものを感じる。ジョナスに気をつけて、騙されないでほしい。騙されるな、しとく。自分を疑う相手に対してみんなに警告することで嘘が割れやすくします。直感が30必要。へえ。どうしてかな。私はシノンを信じたい。いなくなってほしくない。イベントかと思った。ジョナスとか言うから。ジナだし。それじゃまた明日。あ、よし。なるほど、一緒だったらね。やったー、飽きちゃー。本人は自覚していないが直感がかなり鋭いかな、これは。あ、そうなんだ。まあでも、もっと鋭いやつがいるんだよな。結構ほら、埋まったからもう、これ完璧な、あれになってるんだよな。こいつとかな。ねえ、イベントは !12 人の3体、守護天使なし。留守番、アリエシ主義者、バグなしの留守番。白角か。久々に白角だな。ステラと一緒か。なんかわざと負けたりとかしなきゃいけないのかな。さ、最後まで残った上で。ジョナス友人、わ、すごい。あ、ジョナス俺と勝負しやがれ。ほう、どっちが本物のエンジニアか、ゲームで勝負だ。ゲームか。不勉強にして最近のゲームには詳しくないが。
じゃあレトロゲームならどうよ。ワクワク人間牧場で対戦しようぜ。何それ、気になる。ワクワク人間牧場ですって。懐かしいな、人牧か。私は構わんが勝てると思ってるのか。対戦ゲーなの。別にいいけど後にしてくれないか。おうそうだな、いいな。ジョナス、後で娯楽してる証拠さ。これは終わるかも。望むところだ。うわー楽しみだな。じゃあ今回2人を後にして。 すいません、もう2人残らないといけないね。なら頼むからここで誰も入れないでくれよ、この2人に。レムナもなんか残した方が良さそうだな。誰がいいんだろう、ステラとか。超適当。あ、本当にステラになった。頼む頼む、終わってくれ。長い。重道とジョナスが娯楽室で勝負しているはずだ。行ってみよう。強制よ。遅いですよ、シノさん。バトルはもう始まってます。なんだお前は。みんなが見守る中、重道とジョナスの対戦が進んでいく。へえ、意外とやるじゃねえか、ジョナス。このゲームキャプター S をここまで手こずらせたのは、お前が初めてだぜ。ゲームキャプター S ですって？聞いたことがあります。有名ゲームコレクターにしてトップクラスのプレイヤーだと。まさか重道さんが？相手が何者だろうと、ワクワク人間牧場ならば引けは引けに。引けはトライ。何、ほんの100年ほどやり込んだことがあって、ね、待ってください。ジョナスさんの遺伝子改変がかなり進んでます。そろそろ来ますよ、超人類の拳が。めっちゃ気になる。左遷、気象衛星トリカブト。あっと、これは負けた。以前の私ならば敗北していただろう。だがグノーシアとして覚醒した私はもう危うい敵よ。おい、あ、え、くさ。やったやったいやいいね、このバカな感じ。ああ、重道、レトロゲームの収集家にして一流プレイヤー。お前プロゲーマーだったんか。プロゲーマーって言っていいのか分かんないけど。100年ほど引きこもっていた元配信にも、お前らふざけんな。お前らの2つのためにどれだけ時間かけたと思ってんだマジで。終わった、これで終わり、終わりかな。終わりだといいな。でも今人間だ、絶対に人間だよ。まず重道は絶対人間でしょ。出るか。なんで留守番宣言した私が疑われてるの、おかしくね。何、怖い怖い怖い。なんで留守番名乗り出てるのにこんな入れられてんの、やばくない。絶対この二人じゃん。怖い怖い怖い。ククルシカが疑ってきたのは何。ドクターはてか、やばやば、めっちゃ怖い。よし、クルシカはただ単に仲悪いだけ。聞いてなかったの人の話。シャーミン助けてお願い。こーわ、てか留守番私しか出なかったし。シャーミンもだよね、確か。説は信用できない。わかる。わかる。私に入れるのおかしいもん。ラキオ？え、なになになに、どうした？みんな留守番って見えない？
留守番って嘘つけないんだけど怖いなお前ら。これで人間側の価値が決まったね。おめでとうと言っていいのかな。はいはいはい、オッケーオッケー。これでもう終わらない？終わらないかな。あ、来た来たよ。長かった、2時間経ってる。ああ、ここはまた来てしまったみたいだね、この狭間の世界に。そしてシノ、君の銀の鍵が光って見えるのだけれど、もしかして鍵に全ての情報が満たされたの？確かに乗員たちの全ての情報は入手したが。そうかそうか、すごいじゃないかシノ。これで扉が開く、ループを終わらせることができるんだよ。ループが終わる？終わったらどうなるんだろう。長かったね、ここまで本当に長かった。ようやくだ、やっと君に返すことができる。覚えてる？私は本来あの時死ぬはずだった。だけど君のおかげで、君が鍵をくれたから今ここにいるんだ。だが鍵を渡したせいで説をループに巻き込むことになってしまった。私はね、シノ、それでよかったと思う。本当によかったよ。あの時から今まで君がくれた宇宙で君と一緒にいられたから。だから今度は私の番だよ。さあ終わらせよ。扉を開くんだ。あのグノーシア汚染者のいない宇宙で。え？こういうこと？ちょ、全員いて、こういうこと？これでいい？Ladies and gentlemen, ナパリタン。うるさ。なんだ？パーティー？じゃ会場のご挨拶ってことで、キャプテンジョーナス、静粛に、いや、静粛に、いや。お前が一番うるさいんだよ。みんな揃っているな。では始めるとしよう。全員知っていることと思うが、改めて名乗らせてもらおう。私がジョナス。そう、当船の船長ジョナスだ。なるほど、パーティーか。汚染者がいなければこんなパターンもありえたんだ。せっかくだしね、シノ、少し楽しんでいこうか。に集まったのはまさに、何これ、なんて読むの、わかんない、全部わかんない。モーガメのうだが、あるいはこうも考えられよう。これぞ必然だと。挨拶投げんぞ、もういいから食おうぜ。同感。そう、この出会いこそあるべき形なのだ。私は思う、今こそ。乾杯。ジョナス以外の全員が乾杯に加わった。落ち込むジョナスを慰めているんだろうか。ポンポンと肩を叩いてやっている。お祝いね。まだ気を抜くには早いんじゃないかな。他の整形だって安全とは限らないだろう。んな先のこと気にすんなって。今は楽しくやろうぜ。そうそう、竹をも食えって。俺、この脳みそみたいなのうまいぞ。頭良くなっちゃうかもよ。シノも食べて。私、何か取ってくるから。ジナって意外と親切よね。実は尽くすタイプ？太らせるのが好きなだけ。どこだ、怖っ。ジナってそういう人が趣味なの？違う、太らせるのが好きなだけ。怖っ。そうですか、どういうこと？やば。でもな、マジの話、俺らがここでのんびりしてられんのって説のおかげだよな。はい、僕も説さん尊敬しています。私のあれはどうなったの？怪我は？ルーアンで僕たちを助けてくれた時、セツさんすごくて、本当にそのすごくて語彙力ありがとう。だけど文人として
責務を果たしただけだから。でも、セツさんは命の恩人なのです。私、いつか恩返ししたいのです。ユリコとかいないけど、どこ？忘れてくれていいよ。いや、きっと忘れるんじゃないかな。失礼いたします、シノ様。私、その、シノ様、このような席で大変お聞き苦しいのですが、なぜシノが二人いるのか、そのことを聞きたいんだろう。ええ、セツ様、おっしゃる通りです。安心して、今からその問題を解決するから。ですが、大丈夫だ、ステラ。私を信じてほしい。わかりました。セツ様にお任せいたします。ありがとう、ステラ。それじゃ行こうかしの。そう、この宇宙でループを閉じる前に解決しなくてはならない問題がある。それがこのポットに入っているもう一人のシノの存在だ。自分が二人いる限りこの宇宙は崩壊してしまう。そう、だからもう一人のシノを別の次元に送り出すんだ。銀の鍵を使ってね。なるほど、別の次元に。ラキオが言っていたことを覚えてる？情報の満ちた鍵を使えば次元の扉が開く。鍵は新たな宿主、新たな情報を求めて扉の先の次元に移動する。同時にそれまでの宿主はループから解放される。ね、わかるだろ？扉からもう一人のシノを送り出せばループの問題も二重存在の問題も解決するんだ。このグノーシア汚染者のいない宇宙でループを終わらせることができるんだ。さ、まず君の鍵を使おう。扉をイメージしてみて。扉、扉。開いた。これが次元の扉。これでループが終わる。ああ、君のループはここで終わる。って言って送り出されたシノがまた新たなループのあれになるんじゃないの。そしてここで君とはお別れだ。セツ、君はこう思っていたんじゃない？君と私、二人ともここでループを抜けられると。だけどね、私はループを抜けるつもりはない。いや、抜けられないんだ。なんで？だって私の銀の鍵は満たされていないのだから。共有とかで一緒にできないの？ねえ、シノ。ループが始まる前を思い出して。君は私から鍵を受け取ったんだろう？だけど私は、この私は、まだ君に鍵を渡したことがないんだよ。そう、私は渡さなければならない。君に。もう一人の君に。そういうこと？ラキオに聞いたかな。扉を開けただけでは鍵は消えないこと。これを通った先の事件で扉を閉めたとき、ようやく君の鍵は消えるんだ。開けたら閉めろ、ということだね。まさか、セツは。ああ、もう一人の君を連れて扉を潜るよ。そうすれば君のループは終わるからね。ここで君に、みんなに未来がある世界で。だが、それではセツは、扉の先の世界でループを繰り返してしまう。そうだね、そういうことになるだろう。だけどそれでいいんだ。それが私のすべきことなんだから。扉の先で君に鍵を渡す。それで初めて因果がつながることになる。私はね、シノ、君と一緒に過ごしてきたこれまでのループをなかったことにはしたくないんだ。そんな、ねえ、シノ、茂道じゃないけど、私が今ここにいるのは君のおかげだよ。私は君に救われた。君がいたから今まで生きてこれたんだ。だから今返すよ。え、本当に言っちゃうの？これから君が生きていく世界を、私の大切な君に。いや、待ってよ。え、そんな、やだ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 、待って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 。
今までありがとう、シノ。いや、嫌だけど。嘘。嘘でしょ。どうしよう。いや、いや、無理。納得いかんて。シノ帰ってきたね。まだまだパーティーは終わらないぜ。下船後、ジナの元に居候する。へえ、しばらく学校に通った後、なぜか探偵になった。へえ。飛ばさせないな。なんだよ、シノ、湿った顔してんな。何があったか知んないけどさ、とりあえず食えば。みんなから刹那の記憶はどうなってる？コメント。チビの紹介で闇商人に年金を売り、その資金で念願の船を購入。年金に覆われた星で闇商人の冒険が今始まる。お、シノ、あん時はありがとな。俺、ルーアンでお前が助けてくれたんだろ。違うのか。じゃああれ誰だったんだ。記憶が解散されてる。俺やっぱリトルグレイだって。絶対と謎の言葉を残し消息を絶つ。なんかそれやだな。消息絶っちゃったんだ、重道。そんな、確かどなたかが一人で僕たちを逃してくれて。でもすいません、思い出せないんです。ラキオと共にグリーズ戦団国家に渡り、反政府組織のリーダーとなる。へえ。恨みを忘れず執拗に相手を狙い続ける彼の性格は敵味方から忘れられた。せつ。ああ、それ誰だったっけな。女か。あ、違う。じゃあ覚えてねえわ。おい、あんだけせつに性欲ぶつけてたら。後に著名な動物学者となる。動物たちのコミュニティとして体内へと分け入っていくドクターシャーミンの研究姿勢は様々な反響を呼んだ。すごい、シャーミン。私シャーミンについていきたい。夢を、シノ、見ていたのではないか。そう、夢はうつつに、うつつは夢に。この後も放浪を続け、孤独に一生を終えた。ちょっとさ、やだ、やなんだけど。もう一人のシノ様、申し訳ございません。どなたのことをおっしゃっているのか。てか最後までユリコ出てきてなくない？ユリコが何か言ってくれるのかな。最後にヨナスを見取った後、船と共に眠る。目覚めのキスを心待ちにしながら。シンデレラかよ。違うわ、白雪姫かよ。眠り姫かな。銀の影で開く扉がどこに繋がっているかって。知らないね。本当さ、僕だって全知全能じゃないんだ。まあ勘違いするのもわかるけどね、みたいな。国家に戻るも硬直した支配体制に過ごしてレムノンと共に革命を志す。グリーズ革命記念広場にあるラキオの。ああ、見えなかった。そんな顔しないで。シノが本当に会いたい人ならきっとまた会えるから。優しいなお前。ちょっとラキオ最後に見たかったな。下船後、こういう復職誠実に来た多くの人に愛された。うん、ジナはそうであってほしい。もうただ素朴に純粋に育ってほしい。まあ気楽に行こうぜ。もう何の心配もいらねえんだ。行きたいとこに行ってやりたいようにやりゃいいのさ。いや、もうそんなんじゃないって。もう積み重ねてきたものが、だって100何ループもしてるんだよ。手術を受けて猫になったのか。おお、冒険家コメットのそばには常に一匹の黒猫の姿があったと伝えられている。ああ、じゃあコメットと一緒に旅してるんだね。そうですよ、シノさん、一緒に中に来ないですか。お前すぐそうやって自分のあれに言えるな。私の友達紹介するんです。野田に戻り研究に参加。知性化の母と呼ばれ、人間と動物たちの融和の象徴となる。なんか実験体にされてないみたいでは良かったけど。苦しかは全て分かっているとでも言うように、ただ微笑んでいる。前が一番涙を そそるな、それ。乙女に同行して惑星などでしばらく過ごした後、不意に姿を消す。その行方は誰も知らない。あ、一緒には行ったんだ。でも姿消すあたりが苦しかっぽいな。うわ、え、待って、ユリコは、ね、ユリコはあ、ユリコ以外に何かあった？あったかな、わかんないけど。ちょっとさ、待って。いや、私ね、前から言ってるけど、胸クソ悪いエンディング好きよ。だこれも別に嫌いじゃないの、好きなよ。でもさ、さすがにちょっと積み重ねてきたループ回数が多すぎて、
重すぎてね、あれあれです、辛いな辛いな、ちょっとね、もちし、お前の因果は閉じました。これで幕は降りる。だがガーテンコールはあるのかしらね。ユリコだ。不明ぽいぽいわぽい、もうずぅ全部ミステリアス、かっこいい。やだ、なんで色が褪せてんのよ。なった、いやちょっとねー、やだそれはずるいじゃん、土下座シャーミンずるいじゃん。いや、せつ、何かの奇跡が起きて節のループ終わらん、あ、変わった、タイトル変わった。うわー、え、これ続きからってどうなるんだろう。多分もうこれ何にもなく終わりだし、多分これあともう普通にこう、まああるけど、多分これは次の次元の私がやっている物語なんだと思うわ。からまああのもう終わろっか、やべ。まあでもよかった、やっとクリアできたな。これ結局多分パートいくつか分けてるから全然長編20パートぐらいになったか、20パート近いシリーズになったんじゃないかなって思います。まああの続きからをやる、続けていくためにはやっぱりこう、なんだろう、説、まあ、もう一人の死のがまたループを繰り返すことになるっていうのはなんとなく途中から察しはついていたし、まあ、それに一緒に説も行かなきゃいけないっていうのは、まあ、話聞いてて、あ、確かになるほどってなったけど、そこまでは予想してなかった。それはそれでまた別の次元の説がいるのかと思ったんだけど、いなかったみたい。説がいないと、説が一生ループしていないといけないのか。説がループを抜け出すにはどうしたらいいの。やっぱりあそこで死ぬしかないのかな。なんかそれしかない気がする。やっぱ運命は収束するみたいなさ、そういう感じを感じた。うん、語彙力というわけでね、まああのめちゃくちゃ面白かったわ。だって途中からだってもうノンストップでやってるから面白すぎて、本当に面白かった。やっぱループものっていいな。うん、ループものっていいし、人狼は面白いし、対人じゃない人狼楽疑い合わなくて済むから本当の人と。というわけで、シャーミン愛してるよ。はい、お疲れ様でした。バイバイ。